編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。受験生版タイガーファンディング出演証明書スタンリー海殿、あなたは受験生版タイガーファンディングに出演し、虎に対して果敢にプレゼンテーションを行いました。その勇気を立てこれを送ります。大谷選手は本当に間違いなく日本を変えている、元気にしている選手だと思うので、大谷選手のように日本を元気にしてください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。勉強でも野球でも自分の信じた道を突き進んでください。応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。病気と戦いながらになると思いますが、東大野球部のリーダーになれるように頑張ってください。応援してます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。僕のような小物の概念を軽々超えてってください。ありがとうございます。はい、そうだ、はい、林さん、リスクを取っててすごいの、頑張ってください。ありがとうございます。受験生版タイガーファンディングニュートラノ学園トークです。はい、今回は東大野球部で活躍し大谷翔平を超えるっていうプランでいらっしゃったスタンリー海さん、20歳、東京都の方です。おめでとうございます。おめでとうございます。東大に受かってから条件付きっていう形ですけど、自らの、はい、とりあえず一旦改めて感想をちょっと教えてください。楽しかった、うん、と林さんが早く出しすぎて俺らが大丈夫かな。ちゃんと気にして、統計読んでましたから大丈夫ですか。考えてるからすごい司会者な。この一瞬にちょっとよく分かってるから。嬉しかったのと、まだ20分ぐらいしか経ってなくない。まあそうでもないよ。もうね、なんだかんだで40分ぐらい経ってる。待って、あっという間だなって。うん。はい。いや、今日実は1本目がすごい長引いちゃって、押してたんでありがとう。やっと元に戻った。はい、林さんね、早く帰りたいから。早く帰りたい時にこの人ね、早く出したから。はい、食べかけのケンタッキー早く食べたから。確かにあるけど。あるけど。さあ、吉村さんから聞いていこう。いかがでした？いや、なんか冷たく映ったのかもしれないんですけども、ただすごいなと思って見てましたね。なので、まあ、全部結果出してるじゃないですか。うん、東大の入試も。あ、勉強1ヶ月強みたいな。はい、で C 判定。あまり受験生版で東大志望する人で現実的な判定を取ってる人も初めて。いや、初めてですね、多分ね。ですよね。はい、でも本当すごいな、一言でした。なんかちょっと興味があるんだけど、お伝えしていただけるならでいいんだけど、お父様はどんな方なんですか？医療系の国際店、はい、というやつにお勤めなの？あ、そうです。あ、そうなんだ。お母様は？会社員です。うん、お母様が日本人だ。そうです。はい。どうやって知り合ったんですか、二人は？マスターが、はい、父の大学に留学しまして、はい、本当に一緒だったので、はい、そこで、まあ、連れ戻していたという日本の母様すごい。あ、では日本いらっしゃいよいい大学なの。そこまで有名じゃない。英語も喋れるの？スタンプは。はい、あ、もう普通ペラペラ。あの小学校の時インターナショナルスクールに通わせてもらって、それと父との会話は英語と日本語半分ずつみたいな。ちなみに今回さ、これに出ることはお父さんお母さんに言ったの？言ってないっすもん。言ってないか。マジか。面白いね。よし、出たの。言ったら挽回される。ああ、確かに固い固いですもんね。事後報告。あ、20歳だから OK か。OK なんだ。はい、茂木さん、いかがですか。こんなすごい人が出てくるんだってちょっとびっくりしましたけど、うん、はい、なんですかね、僕はすごい余裕がある風に見られるんですけど、僕より頭いいってあんま好きじゃないです。これ東大入ってプロ野球選手になって司法、はい、試験を受かって政治家になったら、はい、乾杯じゃないですか。はい、なるほどね。はい、大山さん。いや、なんか僕はこのエリートなのに野球をするために東大行きたいっていうのがやっぱ面白すぎましたね。うん、そのみんななんか必死に必死にね、はい、東大を目指していくのに、はい、野球をするために東大に行くっていうのが、うん、新鮮にやっぱ優秀な人と考えるのが違うなと思って、うん、面白かったです。あのね、ここにね書いてあるんです。特にエリートには道を踏み外してほしいって感じ。いや、それいいっすよね。これ言いましたね。確かにその通りなんです。これいい言葉だよ。6年ぐらい終わってます。あ、そうか。はい、はい、小林さん、はい、まあ、道を踏み外さずに僕は来てますけど、まあ、道踏み外してないですか？だって小林さん東大法学部出て、ね、キャスト出し TV やってんすよ。そうだよね、外してるよ。英語したら当たってるところ YouTuber やったんだよ。でも本当に多分今ま
で出てきた方の中で学力という点では圧倒的ですし、うん、僕はやっぱりある程度頑張ってる子に出したいという気持ちが強いんで、はい、もうこの成績出されて司法試験予備試験通ってたら、まあ、出さないわけにいかないなという感じです、ね、はい、ただあのタイミングの場合さ出せると思ってなかったんで急いでちょっと乗っからせていただいた感じですね。いやでも本当にあの小橋さんは自分では何とも思ってないかも分かんないけど変わり者だと思いますよ。やっぱり変わってます。東大出て今の活動でっていうのは、だって普通に考えたらちょっと嫌味な言い方になるかわからないけど、もっともっと稼げるじゃないですか。そうですかね。いやそうじゃないですか。早くフランチャイズ展開しましょうよ。あとで行きましょう。全部そっち持ってくるからね。さあ林さんどうですか。いや本当スタンディさんから、はい、あんな方まで本当に受験生版幅広いなって。どんな方。いやなるとは言いますけど、まあイメージあのご想像でお話ししてもこっからここまで幅広いなっていうことと、はい、ちょっと小場翔さんと半額ずつ出したらちょっと嬉しいなっていうね。ねえ、なんか夢のコラボじゃないですか。はい、なんか合わなそうじゃないですか。確かに。うん、なんで、はい、いいなと、はい、思い出の番組だと。本当に振り幅すごいでしょ。うん。今日5本撮りなんですよ、初めての。で、林さん3本目から出ていただいて、うん、あと2本出ていただくんですけど、1本目、2本目もすごかったんですよ。あー。ちょっと僕に当たり、そう入れてよ、それ後からこういうの前に聞いてもう流行ってるぞって当たんなきゃっつって初めて出たモテキさんがそうだよ、まずいよ、俺結構出てんだからいやもうすごかったですよ、で、あの超久々に出てきた高田くんがその当たり会にハマったんですよ、でしょう、はい、さあ、サレ君、あの受験生版大学ファンディングはいつ頃から見てくれてたの。2年前ぐらい。そうなんだ。令和の虎見てない。いや、令和の虎を先に見て。あ、先に見て、はい、あなたの中では結構面白いですね、やっぱり。やっぱ自分的にはやっぱりあんな方のやつの方が面白い。いやまあでもさ、別にあの2年前から見てるんだったらあんな方はまあ最近じゃないですか。でも令和の虎も今いらっしゃるじゃないですか、あの最近リベンジする。おー、あ、そう、やっぱりそういわゆる僕らが言うポンコツ志願者っていうのが面白いんだ。やっぱあれが一番面白い。面白い。サニーって僕をやってるんだよ。なんかあのブレイキングダウンで。ああ確かにね。今までで一番面白かったのは誰？だからやっぱ最近リベンジされた方とかは、うん、なるほどね。新本さんとは言わないですけど。いいんだよ全然。いいよ全然。その最初を見て、うん、すごいなと思って、うん、2回見てさらにすごいな、全然変わってないやん、うん、3日前にプライド君のゲーム大会行ってきたんですよ。シモト君いたんですよ。で紙袋持ってて「岩下翔これ」っておかしいよ。そういう気遣いがちゃんとできるあの子は。そうみんなが素敵だよね、下野さんって言ってたかもしれない。まあ人は変わるのか何なのか、もともとああだったのかね、面白いね、はい、はい、ということで今日はねスタンリー海さんの回でした。おめでとうございました。ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング志願者募集中、交通費支給もあるよ。詳しくは概要欄から。